さあ、新シーズンラスト、始めていきたいと思います。待てよ。あれ、やばくない？島を外壁囲ってんだけど。マップ見ると、これっすね。この島を木の外壁で囲ってやがる。で、なんかよくわからん自動販売機ありますね。まあ、今後、あの島に近づくかどうかはわかんないけど。まあ、いつもそうなんですけど、マップワイプからね、ちょっと時間が経っちゃってるので、でかい拠点が立ってますね。うわ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 。なんか重くなったなと思ったら、ここにもでかい拠点ある。そして牧場が見えますね。馬が並んでるわ。なんか車むき出しの拠点があるんだけど、あれは風化かな？あーでもタレットがありますね。盗もうとしたら反応するんだ。なんか最近あの建築流行ってんね。あの屋根の隙間から敵を撃てるみたいな。よく見かけるな。で、なんかラグいっすね。お、鉄手斧の出た。ありがたい。ストレージアダプター。自動化やれってことかな。梱包爆薬の音するけど、この道沿いは箱めっちゃ湧いてますね。ありがたいな。なんかこの辺平和そうだし、拠点建てるのもありかもしれん。これ自動化さっさとしろってことだわ。工業用コンベヤも出たし。で、工業所もありますね。おー、びっくりした。あの距離反応すんだ。びっくりした。でも工業所あんま箱湧いてないっすね。これだけか。分解していきましょうか。もうスクラップ77も集まったんで、拠点建てるのもありっすね。分解終了。待て待て待て、なんか建築してる音聞こえる。で、箱湧き直しました。まあでも戦えるアイテムないしな。あー、隣の拠点か。もうちょっと分解していきたい気持ちあるんだけど、あれ絶対銃持ちだからな。離れよ。なるほど、ここに線路があって、この辺は、小道が通ってるんで、ちらほら拠点が立ってますね。白石を叩いていきます。やば。多分人来た。木は生えてるけど、あんまり石が湧いてないんだよな、この辺。拠点立てるにしても、どこに立てようかなって感じではあるね。うわ、めっちゃ見晴らしいな、ここ。おお。二人組？三人組ぐらいの人がいますね。拠点入ってた。ああ、でもあの辺割と石湧いてんのか。まあこの辺に最初仮で建ててもいいしね、拠点。死ぬぐらいだったら先に拠点建てちゃいたいな。うわ、布25か。寝袋クラフトしたいのに。うわ、右手に人いたな。これ、襲ってくるかもしれん。うわー、来てる。絶対銃持ち。殺される前にマジでどこでもいいから拠点立てた方がいいね。うわー、でも結構でかい拠点ありますね、この辺。まあそんなこと言ってたらどこにも建てられないんだけど。なんか沼地も見えてきたな。沼地にもでかい拠点ある。もう大丈夫この辺。拠点建てても 100% 行きづらいわ。なんか風化拠点っぽいのあるっすね。
この道沿い近辺に建てちゃうか。線路も一緒にあるしね。え？喧嘩してる。ああ、ガソリンスタンドとかもあるんだ。この辺に建てようかな。足りね。資材が足りないんで、もうちょっと木材取ってこようかな。で、部品系は捨てていきます。海岸に拠点立てるのとかマジで久しぶりだな。無事帰宅。拾って。小さな木箱を置いて、とりあえず中に入れる。この辺だいぶ見晴らしいし、なんか石が湧いてるかどうかとかも遠目でわかります。で、サバイバルゲームで一番大事な寝袋まだ置いてないっていうね。クマが来た。寝袋を作るために布を取らないといけない。よし。布銃取った。無事帰宅。寝袋だけ置いて、夜になる前にあと白石を2つぐらい叩きたいんだよな。夜だとね、石見えなくなっちゃうんで。もうすでに見えなくなりそうなんだけど、どっかにあったんだよな。これか。うわ、金属の鉱石だ。あんまりつけたくないけど、松明つける。白石、なさそうかな。殺されるのもあれなんで、帰るか。無事帰宅。取った白石で、木強化の部分を石強化にしましょう。よし。朝がやってきました。夜の間に、赤箱からね、弓をゲットしたので、動物を飼ったりしたいんですけど、狙うは熊っすね。まあ、豚とかでもいいかな。で、風化しか飼ってるこの拠点を見ていこう。抜かれてそうっすね、これ。なんかすごい拠点だな。お、美味しい。え、あ、はしごかかってんのか。まあでも中心部は見れないって感じですかね。建築権限もある。で、豚がいるね。あざす。なんか近寄ってきてくれた。これでかまどにだいぶ近づいた。なるほどね。ここが工具棚か。で、白石が風化してるって感じなんすけど、ロケットレイドが起こり始めてる。あと何でもいいからもう一体動物狩ればかまど作れるんだけど。お。全焼基地あるじゃん、近くに。もうちょっと離れた場所かなと思ってたんだけど。いいね。案外近かった。無事帰宅。向こうに見えてるガソリンスタンドとか行ってみようかな。さすがに接敵しそうだけどね。お？強固してる。外した。落ち着いて狙えばよかった。
でもなんかだいぶ裏壁建築だな。診断じゃない？ショットガンあれば待ち構えてもいいんだけど。まあでも多分ガソリンスタンドはあいつが漁った後だよな、これ。スクラップ抜かれてる。とりあえずこれら分解しよう。うわ、鹿借りてえな。まあでも原油のドラム缶一つ割るだけでもいいんだよね。おお、鹿がたくさんいる。全焼基地にやってきました。この辺でもし楽にスクラップが集まるんだったら取っていきたい。ちょうどパドルもゲットしたんで看板を叩いていく。全焼基地近辺は人いないのかな？マジで人の気配ないぞ。で、原油のドラム缶叩きましょう。ジャックハンマー出た。マジで。ありがたすぎるんだけど、ちょっと。いやーでもな、これ。持って帰れるかどうかだな。今完全にデカすぎに来てる状態なんでね。あ、でも見た感じ、全焼基地から自分の拠点まで距離近そうだったんで、大丈夫なような気もするけど。周りの看板叩き切りました。分解していくか。スロットしてるやついる。全焼基地人いなさそうなんで、原油焼いていこう。多分ね、目を離してても取られないと思います。なんか人いるけどね。多分あいつ製油所見ないだろ。分解していきましょう。分解終了。スクラップ225。やべえ。向こう側から来たってことは抜かれてるかもしれん。あ、抜かれてねえわ。よし。これでかまど作ることができますね。これ拠点に持って帰れなかった最悪だぞ。またパドル出た。で、石取りながら帰るんだけど、道沿いには近づかないようにします。なるべく避けて帰るようにしたい。いや、怖えな。この辺で石取りはやめようか。やばい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 。人いる。ん？銃持ちではないかな。うわ、家の近所来たけど、ちょっと怖いから石叩くのやめよう。自分の拠点見えてきた。あ、土台強化してない。無事帰宅。めちゃでかいぞ、この持ち帰りは。で、かまど二つ作れますね。かまどを設置しましょう。強化もしないとな。全然拠点に木材ないんで、あそこの森行って取ってこよう。森の中に拠点あるんだけど、今はね、アクティブじゃないっぽいんで、たくさん叩けそうっすね。いきなり倒れやがった。将来的には、ここら辺の木全部伐採してやろう。とりあえずパパッと3500ほど取りました。で、木材を追加しましょう。持ち歩きはしないんだけど、
この2つを叩くためにジャックハンマー。あの拠点怖えな。ずっとボール枠かなんか打ってる。え？めっちゃ打ってるよ。あと100ぐらいスクラップが欲しいっすね。さっき言ったガソリンスタンド漁られてたんだけど、まあ敵強そうじゃなかったんで、もう一回行ってみます。え？風化？まあでも漁られた後っぽいっすね。うわ、中型バッテリー欲しい。これえ？スクラップ30に入ってんだけど。漁られた後か。この奥が工具棚っぽいっすね。でもまあスクラップ32でもありがてえ。今はわら箱とか湧いてるっぽいな。この辺でドラム缶叩いたらガソスタ寄っていこう。ドラム缶割ってるやつがいるな。てかなんなら俺が割ったんかこれ。俺が割ったくさい。湧き直しはしてなさそうかな。あ、湧き直ししてる。常勤美味しいんだけど、常勤は今いらないな。ここは湧いてないか。ゴミみたいな箱しかない。81か。ワークベンチレベル1と2を一気にクラフトしたいんで、そうなるとちょっとだけスクラップ足りないっすね。道沿いに湧いてるドラム缶叩けばいいんだけどな。全然湧いてねえわ。無事帰宅。結構焼けてますね。行ったことないスーパーマーケット様子見しに行こうかなと思ったんですけど、こりゃ帰ってこれねえな。あ、なんかいる。何持ってないかな。スクラップ20でも持っててくれたら嬉しかったんだけど。ん？足音する。ここの拠点がアクティブなのか。外壁内。目的のスーパーマーケットはあれっすね。けど、箱湧いてるぞ。敵の気配もない。え？なんで？え？武器ボックスも湧いてるじゃん。マジで？この辺あんなにボルワークの銃声バンバン鳴ってたのに。やばい。狼に噛まれた。リサイクラー回していきましょう。しかもこの辺初期リスになりやすそうだし、漁られてると思ったけど、何回か来てみてもいいかもしんないですね今後。よし、こんだけ暗かったら持って帰れそうだな。よし、無事帰宅。レベル1ベンチをクラフト。その間に拠点を強化しましょうか。やっと屋根つける。1ベンチを設置したので、ワークベンチレベル2をクラフト。扉を付け替えましょうか。1ベンチを取って2ベンチを設置で、今回のサバイバルなんですけど、シーズン後のねレシピを引き継いでるので、まだね解放してないものもあるんですけど、大体はね解放できてる状態です。ということでガレージドアをクラフト。ガレージドアを設置ということで、だいぶマップの端っこに拠点があって、
そういうサバイバルはね、久しぶりにするんですけど、今回まだ一回も死ぬことなく順調に進めることができましたね。まあレシピがすでにあるんでね、成長はだいぶ早いと思うんですけど、今シーズンも楽しくサバイバルしていきたいと思います。